私は萌子、街をさまよう女。今宵もあの街をこの街をぐるぐるとぐるぐるとさまようの。萌子チャンネル見てください。ピースの角度は自分向き、のんちです。はい、そして私、カールをキープだケープです。もう一個です。ケープ率高いよ。カールが取れたら巻き直すっていうのはあるね。そしたらコード、カールってなんかいいんです。コードまずは刺してよね、とかね。いっぱい出てやっちゃった、いっぱい出した、ね、出てきちゃった、いろいろということで、はい、はい、今日はのんちをのんちさんをお迎えいたしまして、今日は久しぶりにやってまいりました。ね、ほんとすごい久しぶりです。はい。それ面白いね。はい。私ね。私、ね。自分の悩みが一個あるんですけど。一個だけ。よく怒らなそうって言われるのに反面、最近さ、のんちといると俺映ったんじゃないのって、最近、ごく最近でもないんだけど、すごい怒りっぽくなったような気がして、結構アメトさん、萌ちゃんよく切れるよねみたいなイメージになりがちではあるんですが、それに伴い結構な頻度でイライラすることもやっぱ増えたんですよ。それってなんかその自我がさ、あれしてるのかさ、強くなったのかさ、よくわかんないの、わがままになったのか、老化なのかも全然わかんないんですけど、そういう時にお恥ずかしいんですけど、ちょっと検索癖があってさ、イライラ沈めるのどうしたらいいのかなとか、なんか人のストレス発散法とかを参考にして何かやろうとするんだけど、自分に当てはまるものが全然ないんです。そんな時にのんち先生に今日はお伺いしたいなと思って、そう、俺はね、イライラのスペシャリストとしては、はい、まあね、お願いします。有名ですけど、ね、本当にこれ、はい、本当に切羽詰まってます教えて、まあ、死活問題、はい、君にできるかな。だからそれはやっぱり他人がに言ってるね。他人、うん、他に言ってるね。他に、他ごと他人、あ、はい、うん、相手、人にイライラしちゃうってこと。だから原因を全部自分に持ってきてないよね、うん、あ、うん、そこが、そうすると本当に難しいですよ、うん、うん、全ては自分がというところに行くともうどうしようもないですよ。だから僕なんかは怒ったりもイライラも全部それだけどもで怒るから、うん、だから早い、早い、うん、意味わかりますか、うんうん、分かった。自分なんだよ本当は。で、逆ギレしていくっていう。逆ギレ、はい、僕の怒り全部逆ギレです。逆ギレ、だから逆ギレっていうのは本当に世の中にいっぱいあって当たり前っていうことなんですよ。だからみんなが言う逆ギレっていうのは順ギレと言っていいんです。なるほどね、うんうんうん、自分が間違ってるから怒るんだから、あ、うん、そっか、うん、そういうことから始めましょうと、それの癖をつけると。ちなみにストレスは たまらないの、もしや。ストレスは多分、うん、ストレスを感じていることはない。それはもう全員俺はそうだと思ってて、ストレスっていうのは感じた時点でただの課題だから、うん、それは課題だからクリアすればよくて、本当のあった方が、ね、いいもの作れたりします。本当のストレスっていうのは、うん、亡くなった後、うん、あれがストレスだったんだなと、うんうん、だから、あ、もうストレスだとか言ってるのはそれただの課題であって、うん、まあ、変な話、はい、例えば莫大な借金をしました、はいはい、完済した時に、うんうん、あ、やっぱ毎日あれがストレスだったんだなってなることにも当てはまります。それは待って、課題ですね、ただの課題なんで、もう借金がたくさんあったならもうどうにかしていくっていう課題だから、うんうん、それはストレスとは言えない、あ、うん、ただの問題、問題、はい、あ、うん、それまでもストレスと言ってしまうとストレスがストレスじゃなくなってしまいますね、うん、
という私の考えが最近あります。最近、はいはい、常にね変わってくるんでね、答えも思考も、うん、でも対人ストレスって言葉あるぐらいさ、はい、その私こういうチャンネルをやっていてね、うん、なんか行く先々思うのが、うん、はい、明日会社行きたくないなとか、うん、学校行きたくないよって人が見て何か解決することがあったらすごくいいなと思ってて、もうね、あの当たり前のことやるってやっぱそれはストレスって言っちゃダメかな、でもやっぱりすごく嫌だなって思うこといっぱい、もう小学校の時からあったはずなのね、明日から学校嫌だなって夏休みに最後の日に思うように、そういうのをなんかねちょっとだけでも解決までいったらおこがましいんだけどさ、なんかこうでもちょっとしてあげたいなと思ってますね。うん、いいね、うん、素晴らしい。いや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 、さすがです。恥ずかしくなってきちゃった、ね、あら僕もパッカンはパッカンもうな、もう多分みんな定着しちゃう。まあというところで、うん、でもですね、まあでもなんか、うん、結局のところ分かってるのは、うん、私なんかはもう単純なの、うん、私もともとスポーツもちゃんと結構しっかりやってたので、おうおうおう、やっぱ体を動かすのが一番いいんじゃないかなって。それはいいね、それ本当にそうだね、うん、なるほどなるほどなるほど、あのあと焼け食いとかに走りそうな時に、うん、すごいお腹空いてもうわーってなったら、うん、もうその場でいいからダッシュみたいなのをガーってやると、1分ぐらい頑張ってやると一気に空腹感なくなるんで、やってみて。そう、みんなね、見てる人はそういうのが欲しい。僕はもう全部が脳みそだと思ってるんで、うん、ノーコントロールだけです。あ、さすが、うん、なるほど、それ分かりやすいよね。俺の言ってることは多分分かんないだろうね。まあ、どっちを分かる人がいたら大変ですからね、うん、そうだね、うん、やっぱりちょっと違うね、うん、ちょっとおかしいんで、そうそう、苦手な人への、ね、対処法じゃないけど、うん、私のんちさん苦手だ、うん、あ、僕ものんちさん苦手なんですよね、うん、とか言ってね、うん、いやいや、のんちさん得意な人いないからみたいな、うん、なんか、そうだね、そういうふうに思った方がいいし、そうだし、それか離れた方がいい。あ、いや、まあ、まあ、そうそう、そんなこと言ってる人いないから、いや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 だってさ、俺は別に優しい言葉はかけないし、だからそういう嫌な人はそういうのね、本当に逃げた方がいい。だってさ、その人受け入れてくれるところはどっかにあるから、ね、うん、でもまずそういう人は歌聞いてみて、うん、すごい優しいよ。優しいよ。はい、僕は優しさの暴力を振るだけだからね。そうそうそう、といったところで、すいません、これは、はい、また立ち上がっちゃった。ストレスへの対処法ということで、はい、ゲストにのんちさんをお招きして、はい、愛ある歌を歌われておりますのんちさんをお迎えいたしまして、こちらお話をさせていただきました。よかったらチャンネル登録もお願いします。いろいろ食べたり飲んだりとかも数回もあるので、ぜひこれからも動画楽しみにしててください。わ、はい、からないけど登録者が増えないストレスになる。助けてください。はい、はい、ということでまた明日お会いしましょう、はい、またねー。